さあ、今日もやっていきましょう。アークの動画を今日も上げていきます。公式サーバー PVP の設定でやっているんですけども、このようなね、このような門が目の前に立ちはだかっております。他でもない、さっき、ね、前回のトゲトゲ拠点が門に覆われています。ベヒンモスゲートとか言うんだっけかな、通称この恐竜用巨大門で、うん、両面が覆われちゃってますね。彼が、相棒の彼がね、一緒にやってる彼がもうこれをいつの間にか作れるようになっていた。すごい石がいるんですよ、このベヒンモスゲート。これを何個もというね。まあ、ドエディクルス君が頑張ってくれたんでしょう。石が大量に必要だったのも、まあなんとかというね。ちょっと待ってよ。今日こちらのね、こちらの横の建物をご覧になっていただこう。もうね、入るのが大変だね。何個ドアがあるんだという。ね。で、ここも開けて、閉めてますけどね。さっきね、この辺うろうろしてたら、プテラノドンに乗った、まだ見たことのもない中国の方がね、偵察してらっしゃいましたね。見つかりましたよ。あ、やばっと、向こうがこの望遠鏡を取り出したから、あ、やばっと思ってね、バッと走って、穴の方向に走って逃げたけど、いや、絶対この存在は分かってるよな。ここの存在は。見つからないわけがない。はい、はい、こういう風になってますね。おお、危な、ここまで。上は、まあ、ギリギリ入ってこれないみたいな高さ。向こうからも多分入ってこれない。何よりもここのめんどくさいところは、とにかく出にくい。自分でも嫌になるぐらい出にくいね。ここの門を開けて、まだ門があるから。でも、こっちの門を開けても多分出られないんですよね。多分ね。ちょっと待ってよ。試してみよう。ここを開ける、これ出られんの、壁しかないね。あ、ここを開けて、どうやって閉めたらいいのか分かんないんだよな。開けるのはいいけど閉めるのが大変、大変ですね。どこで閉めるんだろう。あ、閉まった。で、こっちかな？何個ドアがあるの？これは。えい。はい。よし。ほい。これで。いやー。これ上壁で覆った方がいいんじゃないの？お前、いいか。はい。横壁でね。うん。はい。という塩梅ですね。もう、門しか。もうね、悪い夢みたいになってる。こっちから入ろうものなら、また門。もう、門好きなのみたいな。門好きなのみたいな。悪い夢だよね、こんなんで、ね。熱の時にうなされた時に見そうな。悪い夢みたいになってる。はい。まあまあ、もう、さっきも人に見つかったから、もう襲われるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてます。いつこの拠点が襲われるのではないかなとね。こうやってね、全体ログとか見るとね、ね、中国語しか出てない。海遊頑張れっていうのがあるな。中国語しか出てない。誰か日本人もこの公式サーバー日本人来ないんですかね。中国の領土、ここは。はい、まあ、中国の領土に拠点を作っております。侵略者ですね。一人ぼっちの地球侵略じゃない、アーク侵略になってる。バルゲロ侵略をしております。はい、でね、まあ、今日伝えたいのはそれじゃない。それだけじゃない。一応この緑のビーコン取っとこう。
ビーコンというのか、クレートというのか、どっちっていうのは正しいんだろうね。取っておこう。こんなにいっぱい？やばいね。パラシュートに、ブーメランに、ヒアに、あ、すごい。これ。すご。あんなただの緑のやつ取ったのに。すごいな。これ嬉しい。これは？あ、設計図。あー、なるほどね。じゃあ、これでしか打てないか。一応、火やセットはできる。このブーメランっていうのはちょっと使ってみたかった。実は。ブーメラン。ほい。え？あ？おう。おう！すげえ。ちゃんと戻ってくるですよ。あのビーコン取りに行けるかな？あ、行ける？行けない？向こう岸？ん？うん。ん？あれ取りに行けるかな？取っておこうかな。取りに行きましょう。走りながらブーメラン投げれるのかな？投げれる。どこに戻ってくるのこれ。あ、自分に戻ってくる。あ、面白っ。ブーメラン面白いな。はい。面白いな、これ。綺麗で。あ、ダメだ。うまいことできないわ。うん、はい。ちょっとカクつきますね、さすがに。うちのパソコンそんなにそんなにハイスペックというわけではないので。あー、硬い。あー、ガタガタ。ハイスペックではないこのパソコンで、しかも録画しながらやっているということでね、非常にやっぱり負荷がかかってますね。アークやるのには十分なスペックのパソコンでやりましょうということですね。あ、102レベル。これね、自分たちの北にあったすごい立派な拠点だったんですよ。昨日見たら廃墟になって、廃墟っていうかもう破壊の限りを尽くされていた。これ見ると怖いよね、このゲームは。この鉄のさ、ガチガチの鉄の拠点がさ、もう見るも無残な廃墟。何者が襲ったのかもよくわからない。さあ、紫のビーコンいただきましょう。あれ？あ、そっか。えい。違う。ん？あれ？もうブーメラン持ってない。あ、持ってるわ。ん？いつでもブーメラン。えい。あ、あれ、水の上にあるのか。殴ることもできる。すごい。さあ、あそこに行けるかな、安全に。あー、水中生物はいないけど。行ってみよう。ジャンプだな。123123。よっ。危険生物はいない。うお、すごっ。水の中にまでトゲが。こんな頑張って拠点を起こされていたのに、それが今や見る影もないという、すごいゲームだ。えい、何がもらえるかな。お、ギリーガントレットですね。まあ、とこピシッ。手だけモサモサ。こういうのもね、椅子の椅子。えい。わあ。ここの元主はここで椅子に座って、のんびり夕べを眺めていたんだろうなっていうことが伺い知れますね。いい景色だ。しかし、今や廃墟。これがアーク。すごい拠点だよね、これね。風力発電もあったからね。それが、もう一夜にして、廃墟。怖い。こんな長文明を持っていた
のトライブが今やもう今やもう廃墟、破壊の限りを尽くされていて、どうやったらこんな風に壊れたんだろうなと思うぐらいよ。もう何も残ってない。怖い。ただただ怖い。はい。ねえ。これが何の跡だったのか。一応、ここが入れないね。全部壊されてますね。はい。ということで、廃墟でした。そう。この廃墟を紹介したいんじゃなかったの。今日の動画は。ね。ちょっと短い中で一番今回紹介したかったのは、いや、ギリーガントレットを手に入れてしまった。いや、そう、めっちゃ走ってる。この走ってる瞬間、すごい画質が悪くなるの、なんとかしたいんだけど、まあ、しょうがないのかね。前回ね、ご紹介した自分のアザラシップなんですけどもね、今日見たら破壊されてました破壊されてました。えって思ったよ。えってなんか壊れてる、ね、壊れてますね。はい、ここのなんか枠は残ってる、枠は残さず門のとこだけ残ってるっていう変な状況ですけど、壊れてますね。どのような破壊を受けたのかもわからない。誰が襲ったのかもわからない。ただ、壊れていたと。壊れていて、まあ、一応物とかはあんまり盗まれてなかった。まあ正直、あんまり大事なもの入れてなかったってのもあるんだけどね。ワイヤートラップの設計図なんていらねえと思ったんだろうね。それから、石なんかいっぱいあってもいらねえと思われたんでしょう。ここにもなんか本棚、チェストボックスがあった気がするけど、ここも壊されてる。一応、この辺の、精錬炉とか、火起こすやつとかは壊されてない。ベッドも壊されてない。うん、意外にね。この中も、特になんか荒らされた様子はない。ただ、正面からバガーンと壊されてますね。怖いですね。このゲームは怖いですね。そして一番ショックなのが、我々の石建築を支えてきたドエディクルスちゃんが殺されてました。笑い事じゃないんだよ。このゲームは。もう、戦争だから。ひどい。戦争だ、これはもう。怒りが、まあ、怒ってはないけど、まあ、そういうもんだと思っちゃいるけど、いやー、可愛がってただけにね、殺されるのを知るとちょっと、殺されていたログを見ると、ちょっとね、キルドって書かれてるだけだけどね、それだけだけど、いやー。ということでした。船破壊されてましたってことを紹介したかったね。またなんか、また何か面白いことがあったら動画にしようかなと思いますね。たかだか10分ぐらいの動画ですけどもね。10分ぐらいで動画を、まあ、締めようと思ってますけども。いや、いろんなことが起こるなと。またね、引き続き続報があればお伝えします。楽しんでやっていきましょう。この悪意で満ちているこの恐竜の世界を楽しんでいこうと思います。